はい、今日はまたドン・キホーテで買ってまいりました、目を温めるグッズですね。ホットリラアイエステという商品について、ちょっとご紹介したいと思います。でこちらですね、購入時の価格がだいたい1500円前後だったので、まあ投げ売りされていたというのもあって、まあ、とりあえず買ってみたというような形です。というのもですね、僕自体がそのコンピューター関係というかプログラム関係の仕事をしておりまして、やっぱり目がちょっと疲れるので、今まではですね蒸気で、温める、まあ、薬局とかで売っているですね商品とかを使っていたんですけれども、まあ繰り返し使えた方がいいかなと思いまして、こちらの方を買ってみました。でこちらはですね、まあ、書いてある通りに強弱変化のあるリズム振動が、心地よく リラックスみたいなことが書いてありまして、まあ、多分温まるだけじゃなくていろんな振動とかもあるんだろうなと思っています。で、まあ自宅でオフィスでなんていうことも書いてありますし、まあ、いろいろと、書いてありますね。はい。で後ろの方の説明を見ますと、ボタンと電源ボタンとモードボタンと充電台1があると、であとバンドと USB ケーブルがあるだけですと。で充電は、USB の充電ケーブルの丸型端子を本体の充電端子に差し込むと。で、まあ、あと USB メモリを差し込むと、1時間で、充電完了しますということです。で使用方法としましては、電源ボタンを押して、12種類のモードが自動的に切り替わるということです。でもう一度押すと電源オフになると。で何も、操作を行わなかった場合は約12分で電源オフになりますということです。で、まあ、タイマーボタンを押して動作の設定ができると。1回押すと約6分間、2回押すと4分間の、作業後電源オフとなるようなものとなるようです。また、モードをボタンを押してから12種類のモードから、選択設定が可能となりますということです。で、ご注意としましては、まあ、コンタクトレンズを外して使用してくださいとかいろいろありまして、メインアイにはつけないでくださいとかいろいろありまして、まあ、この辺は、まあ、大体、商品自体は株式会社ビストロマイコさん、東京都、港区にある、会社さんが、作っているようです。で、まあ、メイドインチャイナということです。それでは早速開けてみましょう。書いてあったような内容のことがいろいろ書いてあります。で、まあ、もうちょっと詳しく書いてあるのを見ると、まあ、シリコンのボタンやその磁石があるということです。はい。で、まあ、使い方は一緒ということですね。はい。こちら実際の本体になります。これが、まあ、いわゆるシリコンでできている部分と頭の部分に、まあ、天然磁石がある形になります。で、こちらがホモフィルムについているのでホモフィルムを外します。
ですね、まあ、分かりますでしょうか。向こう側が透けて見えています。まあ、あの正面の黒いところが基本的にはそのサングラスみたいになっているというような形ですね。はい、これで目の周りの多分あの、振動で、なんていうかマッサージをすると。で、これ自体は熱は持たないのかもしれないですね。それでは、ちょっと使ってみたいと思います。まあ、顔は出さないので大変申し訳ないんですけれども使ってみたいと思います。それでは、まず電源ボタンを押してみます。聞こえますでしょうか。はい、この信号になっております。電源ボタンを押すとそのマッサージの感覚が変わると。はい、まあ、なかなかの振動ですね。自体はやっぱりあの予想通りあったかくはならないですね。ホットにはならなくて、基本的には、この振動のパターンが変わりますよといったような形です。ただまあ、あの悪くはないですね。これはこれであの目の周りを全部マッサージしていただいているみたいなので、割といい感じですね。まあ、あのこれで横を言えばあったかくなれば一番いいんですけれども。でそしてですね、あの先ほどお見せしたように、正面の部分の黒い、レンズがサングラスのようになっているので向こう側が見えるので、何か作業をしながら、これを使うってことも可能かもしれません。はい、まあ、いろんなパターンで今動いておりますけれども、まあ、これはいいですね。ということでですね、今回は、ホットリラーイエステという、まあ、あの機械機材というか、アイマッサージの機械についてご紹介させてもらいました。まあ、あのこれで1500円、まあちょっと若干そうですね高いかなっていう気はしますけれども、感覚的にですけれども、まあ、1000円くらいかななんていう気はしますけれども、うん、あと、うん、まああのおおむね何の、 あの特に問題はないんですけれども、なんか中国とかの露店とかで売ってそうだなっていうところで、まあ原価はもっと安いんだろうなっていうのはなんとなく、分からなかったような気がしますが、まああの本当正直なとこ悪くないですね。あの目の周りをマッサージしてくれるので、あとはあのちょっと暖かくなる機能がつけば、もういいことなしといったようなところじゃないでしょうか。まあ安くなって1500円なんで本当はいくらなのかちょっと分かりませんが、まあ、こちらは悪くはない商品だったなと思います。ただあのいつものようにあの買って正解だったかと言われると、まあちょっとこちらについてはまああのまあまあいい感じかなと、まあまあというところですね。はい、といったところで、今回ご紹介させていただきました、ホットリラーイエステ
ちらの方を、紹介させていただきました。どうもありがとうございました。